東急目的地への直行中の方へのお知らせです。工事要項です。3時38キロポットから36、35キロポットまでの区間で緊急工事を行っており、右側西田線の通行になっています。スピード控えめに注意して走行してください。この規制は午後5時頃まで行われます。新潟東京方向へ走行中の方へのお知らせです。工事要項です。およそ7 0キロ先の境島アポインターチキーから35燕インターチキーまでの区間で橋梁補修作業を行っており、車線規制になっています。ハンガーラジオ4月よりお伝えしました。